回は神戸です。神戸ポートアイランドですね。昔言うとハイカラな街なんです。震災もありました。いろんなことがあって、今ここにはこういう新しい施設が、できております。理化学研究所通用口と書いていますが、今日はここを取材します。島開きから30周年を迎えた神戸ポートアイランド。震災の復興事業としてスタートした神戸医療産業都市構想は今年で10年を迎え、今では医療関係の企業や団体182社が集結する日本最大規模のクラスターとなりました。さらに先端医療の頭脳を支える次世代スーパーコンピューターもこのエリアにあり、2012年稼働予定となっています。今回スミがお邪魔したのはこの都市を構成する施設の一つ、理化学研究所です。お邪魔します。はじめまして、よろしくお願いします。スミと申します。シェフと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この方が兵庫の先っちょマンを仕切る先っちょマン、ダグラス・シップさんです。かっこいい方でございまして、はい、この方が広報でございますから、広報室の室長を。どちらのお国の方なんですか？アメリカです。アメリカですか。なんかロジャー・ムーアのような会話気がするんでございますがなぜシップさんは広報担当なんですか？そうですね、できるだけこの研究所が国際的な研究を、やろうとしているところで、国内外の広報活動をさせていただいてます。いや、もしかしてこれも日本初の外国人がその広報室を。そうですよね。この研究所ではたった一つの細胞である受精卵から私たちの体がどのように作られるのか、その仕組みを研究していて、それをさらに再生医療の実現に役立てようとしているそうです。実際どんな研究が行われているのか、ほんの一部ですが見せていただきました。この部屋では実際の研究室にできるだけ近い感じで作られてますね。はいはい。どのような生物を使っているかを説明するためには、いくつかの、これね、これはプラナリアという虫ですけど、はい、ご存知ですか？フィフィであったかな、やったよな。あ、そうですか。山中がやりましたよね。再生力は抜群で、切ってしまえば切ってもまたそこから出るんです。各部分が1個体になりますので、位置情報によって毒の部分が頭になる、はいはい、毒の部分が尻尾になるというのはプログラムされてますね。これを研究することで人の何が、それは遠い将来にはそうかもしれないですけど、今分かっているのがプラナリアという虫の中には1割の細胞が幹細胞ですので、そのためにはそういう再生力が、ということはその1割を取ったらまた元にこんなになるということです。そうですね、はい、頭や筋肉、脳まで再生してしまうプラナリアの幹細胞を研究することで、将来心筋梗塞や糖尿病などさまざまな病気が治せるヒントになると考えられています。これが鶏の肺ですね。普通の80時間ぐらいでここまでの組織がしっかりしてますね。こんなことばっかりやってるとかえってもう逆にわからないというか、もうこれは神の技じゃないかとしか思えないような世界がでありますよね。まだほとんど未知の世界ですね。世界ですね、はい、すごいな。何なんでますますわからなくならない生き物っていうのは。この装置は特にそういう遺伝子操作とかの実験には使われてます。ああ、中側のこの塊だけはその、将来そのマウス1匹に発生するよう、ここに全部その情報が入ってるんですか？そうですね。うわ、こんなこと考えるな。こういうことをしようと思うのはね、人間の好奇心なのか全能感なのか、何なおごりなのか、何なんですかね。いろいろありますけど、これは実際にそういう前臨床研究、医療的な研究にもよく使われています。例えばその高血圧につながる、はいはいはい、遺伝子の機能を調べるためには、いろいろ研究ができます、ね、で実際にこの研究センターにはこの装置を使うのに多分世界一技術が発達しているというか、ここ上手い人がそれはトップオブザワールドと思っていいわけですね。ここは世界のトップだと。それはその日本人だけじゃなくて、いろんな外国の方が集まって、そうですね、トップ技術を駆使して研究したりしているということですね。大体この研究系のスタッフの1割ぐらい、10% ぐらいはその外国から来られてます。こちらでは現在30チーム、およそ260人の研究スタッフが活動しています。そのうち外国人はおよそ35人。この場所に海外から研究者が集まるのには何か理由があるのでしょうか。
この後スミが研究室に潜入、その真相に迫ります。ポートアイランドの細胞研究施設にやってきたスミ。世界中からここに研究者が集まってくるというのですが、真相を探るべく研究室にお邪魔しました。ロジ先生はイギリス生まれ、はい、あ、そうなんです。先生、ありがとうございました。スミと申します。よろしくお願いします。はい、何を研究してらっしゃるんですか？ So what are you doing? So my research is inner ear induction. So I'm thinking about how the inner ear forms. 耳は一番最後にできた器官だというふうに聞いてるんですが、それはそうなんですか？ Yeah. So there are. そうですね。So, but there are many ear-like things even in jellyfish.クラゲにもあるんですか？らしいです。じゃあクラゲは初耳です。クラゲは初耳。クラゲはじゃあ好きな音楽になるということですかね？ Depends on the music, I guess. 音楽によって言われます。レッドセッペリンやろうか、何でしょうかね。世界各国にいろんな研究室とか研究所があると思うんですが、ここはどういうところがいいのか、なぜここへ来られたのか教えていただきたいんですが、 Riken is alwaysknown to be kind of a scientist's paradise, where we have freedom within some constraints, yeah, but we have almost complete freedom to be very curious. The CDB is the best example of that, where, you know, we have very nice freedom and very nice facilities to follow where our research will take us.じゃあもう本当にそれがトップオブザワールドですね。ここは世界一ナンバーワン。ナンバーワン。In developmental biology institutes, this is the best developmental biology. この分野では世界一だと。神戸市民も関西人も日本人も、そうですね、誇りに思っているわけですね。そうですね。誇りに持っていただければ。科学者のパラダイス。他にも海外からの方がいらっしゃいました。香港とあと。スコットランドから来られた。スコットランド、はい、へー、初めまして、よろしくお願いします。うわ、これ卵ですか？3日間だけでその1個の細胞がこういうような形になりますね。すごいなこちらの方は何を研究されてるんでしょうか？This is a transplantation experiment. So this is a one day quail embryo. どうなるんですか、これは？それがまだ果てないですね。どうなるかを研究している。これが美味しくなるということはない？そうですね。で、ここでは病気を治そうとしているのか、予防、病気にならないようにしようとしているのか、最終目的はここはどっちに行ってるんですかね？Good question. Good question. 難しいですね。難しいですか？あ、ボスがいらっしゃる。It'd be both. So basic research really can't.Doesn't have such a big clinical goal. It's kind of a dream to introduce science to people, yeah, to introduce the way we think and the type of experiments we do to everyone, and then people can understand what we do, even if it's basic research and no clear application in sight.People can understand why we do it much easier. ちょっと貴重な時間を割きました。ありがとうございました。どうもすいません。ありがとうございました。頑張ってください。